はい。皆さん、こんにちは。フレキセン講師の赤木です。えー、それでは、論文パークトゼミの赤木ゼミですね。えそれの入試説明会、それから無料体験会ですね。えこちらの方の、えー、ガイダンスを始めていきたいと思います。えー、と、とりあえずですね、前半の方は、あの、論文パークトゼミの、えー、と、内容ですよね。えその概要をちょっとお話しすると。約30分ほどですね、お話しさせてもらって、後半で、え問題の解説ですね。えこれを入れていくという感じにしたいと思います。はい。えー、早速、ちょっと、レジュメの方ですね。あの、ゼミに関する、まあ、説明会のレジュメの方、こちらの方開いていってください。まあ、とりあああえずまああの 赤,みず赤きでですねねそ、えー、そこでどういうういいいいいいいな流れしししてててくくののののかかかととと何をを目標に話た思ますまずは、現状の小試験の内容をですね、レジュメ1ページのところでね、確認いただければというふうに思います。まあ、合格のラインですよね、それが一体どこにあるのかというのは常に意識しながら勉強をするというね、これは大事なことではないかなというふうに思います。まあ、今年ですね、えー、合格ラインからするとですね、まあ、論文の得点率は5割いかなくても受かってたというね、そんな感じです。まあ、そういうことは、えー、結局ですね、一応の 水準ですよね、えー、それをまあ超えているというところが非常に大事で、まあ、あとは良好にどんだけ近づくかというね、えー、その発想で勉強していただくのが有意義なのではないかなというふうに思われます、まあ、ちょっとここ数年は、ですね、あのー、論文の必要な点数というのが徐々に上がってきてたというね、えー、そういう状況があったんですけれども、今年に関しては、前年度に比べると5点ぐらい下がったというね、えー、こんな感じになっています、ただ、問題の内容からすると、ですね、えー、結構まあ優しくはなったというね、えー、そういうところもあるのかなというふうに、私なんかはね、ちょっと印象では持ってます。まあ、そういうい 意味ではあの受験生全体のですね、えー、まあ、ちょっとこう実力レベルといったらあれですけれどもあのそんなにこう昔ほど高いというね、えー、そういうものでもなくでですね、えー、それなりの力ですね、えー、持っとけば合格できる水準というね、えー、こういうふうに持っていただければ幸いですまあ,あの皆さんもですね一度あの合格最低点とそれから、えー、担当の合格者平均点ですね、えー、その相関関係から論文ではどれぐらいいるのかということをね改めて、えー、強く分かっておいてくださいで、えー、今年もすでに受験されたという方はですね担当の自分の点数 ですよねえー、それが分かってるわけですので担当だったらどれぐらい取れるかというのを踏まえて論文で逆算するとどれぐらいいるかというね、えー、その視点を持っとってくださいで、えー、まあ担当でね、えー、結構いい点でい受かったと、えー、で例年担当は得意にできているというふうな方についてはですねある程度論文低くても合格できるはずなのにそれ言ってないということですので、まあ、その原因をしっかりとね見定めないといけないということになりますし逆に担当がちょっと苦手で合格点ギリギリというね、えー、そういう方は論文である程度ね跳ねなきゃいけない。 ないということでそうなると え、担当の底上げも重要ではなってきますけれども、よりさらなる論文の高みですよね。これを求められるということになってくるかなとは思います。はい。えー、何にせよ、ね、えー、合格ラインはずっと一緒。じゃあ一緒です。えー、縦の一番の最終行ですね。えー、そこ書いてありますけれども、一応の水準は最低限確保する。まあ、これが最低限のね、えー、ランクになってくるでしょう。で、その上で良好までをどうやって目指していくかというね、えー、この視点がまあ大事になってくるかなというふうに思います。で、まあ、このあたりはね、あのー、菅大出身採点実感が法務省でえ公開されて ているとはいうものですねなぜそれが一応の水準でなぜそれが良好になってくるのかね、えー、そのあたりまでが読み解くというのは結構大変な作業にはなってくるんですよねで、えー、そのあたりの内容をまあ今回のね、えー、まあ、毎年ですけれども、えー、論文の、えー、過去問ゼミですねそこの中では一応お話をしていくというふうな感じだと思ってくださいはい。鉄、えー、の2番のところですね合格、えー、担当の合格点超えと最終合格者の関係と書いてありますけれどもね、えー、とりあえず 担当合格者のうち何割が最終合格できるのかというと今年は4割弱受かったというところね、えーまあ、年々、受験生の数が減っているという、ねえー、そういう状況で、まあ、そろそろ、ね、頭打ちです、ねえー、下げ止まりにはなるのかなとは思うんですけれども、えー、それでも、ね、上位4割に入っておきゃいいと。 ここういういとですね上位4割に相対的に入っとけば合格するというところでまあトップで合格していいとこ就職したい中した別ですけれども、ね、とにかく受かるというのがまあ合格の目標としてね持ってる方についてはとりあえず上位3分の1に入る。 そこがまあ一つのね目標になるのかなというふうに思います。で上位三分の一に入るということを考えたときにね一、えー、科目まあね一、えー、科目じゃない合計八科目あるわけですね。八、えー、科目あって八科目とも五十点あたりを取ってるとだいたいどの辺に行くかというとですね上位二割ぐらいに入ってくるという感じですね上位二三割にはね入ってくるというところになってきます。まあ今年だったらですよ今年だったらですけどもね、えー、ちょっと全科目五十点ずつね取っとけばですねもう,こうかなり上位に行くというような。 と,ところですよねなので、まあ、コンスタントに点取るということを意識しておいてください。まあ、逆に言えば苦手な科目をなくしていく、これは非常に大事かなというふうに思いますね。えー、苦手な科目を苦手なままで残しておくというね、えー、そういうことは決してないようにね、えー、苦手な科目の底上げというのを強く意識していただければなというふうに思います。はい、えー、そういうことで、まあ、上位3分の1に入れよというね、えー、その意識を持っておきましょう。で、えー、大事なのは、初見で未知の問題見て、時間内で何とか書き切る。 そこがまあ一つのね、えー、ポイントになってくるかなとは思います。はい、まあ役員に例えればホームラン打たなくて結構ですとね、とにかくヒット打ちなはれというね、えー、そんな感じになるでしょうね。四、え、十、ー、点ぐらいだったらこれまヒットとも言、ね、えね、ー、内野ゴロでもいいんですよね、えー。とりあえずもうボテボテの内野ゴロでもねいいので内野安打狙いですよね、えー。それでもいいかなというところです。えー、とにかく赤点これを取らないことです。 不良になるようなねそういうものを書かないということで不良になる答案の典型例ですけれども書きたいことを書くとかですねあるいは聞かれていることに答えてないというねそういうものはもう典型的な不良でありますし当事者だったら言うべき主張これを言ってないもうこれも 典型的な赤点でして逆に言えば当事者だったら言うだろう、主張とかねそれからまあ、ね、判例、通説等の正しい理解ですよね、ここができていればそんなに沈むものではないぞという,ふうに思っておいてください,、はい。4番、必要な能力のところですが、まあ、ここはもういろんなアウトプットの講義でも言っているところになりますけれども、まあ、法律論文でなあに言ったら結論と理由に成り立っていますで、その法律論文の理由部分ですけれども、要件、効果、に事実を評価、適用するという、ね、そのプロセスになっていくと。でそここのの知識のところでまず

落とささないいようにしてください何かというと条文等の要件効果の知識ですよね、えー、解釈があるときにその、えー、時節ですよねこれをしっかりと述べられるというところが、まあ、非常に大事なところですでろう、あのー、とか言ってしまうとですねどうしてもこうね、えー、細かい議論等に、えー、振り回されるということがどうしても出てくるんですけどももう一度基本に立ち返ってください、ねえー、入門レベルの知識のところで、まあ、間違い等ですねそういったものをなくしていくと、えー、先端の細かい議論ですよね、えー、その辺りまで持ってなくても受かりますからねでそういう先端の議論は出ません ね、そういう議論を出したらです、ね、あの大学によってです、ね、その講義内容とも当然変わってくるというところがありです、ね、不公平生じてきますのでどの大学でも扱うべき内容それが出ているんだというふうに思ってください、ね、どのロスクに行ったとしても扱うべき内容これが出ているわけで、まあ、基本的な判例、それから基本的な条文そのあたりの要件効果ですねそこに穴をなくしていくというふうにしておいてください。 事実の評価適用ですねここで苦手にしてしまうとちょっと、ねえー、沈んでしまうというリスクがありますので拾うべき事実、間違えないと。 それから拾った事実の評価の方向を間違えないとよくあるのはですね事実拾うのはいいんだけどもそれ反対方向ちゃうというところ、ねえー、要件充足するという方向で拾うべきなのに充足しないという方向で拾っちゃうとかね、えー、そういう人がたまーにいますけれどもそこの、まあ、事実に対してのこう、ね、ストライクゾーンといいますか、ねえー、事実に対する評価のストライクゾーンも決して間違えないというのは非常に大事な視点になるだろうと思います。 1>, 1年目2年目で勉強した内容ですよねそこをまずは確認するでその際に例題おそらくあるはずです判例見てるはずです。その判例において 事実がどう使われているかですね典型的な事例、どんなものかというねそこをまあ確認してですねあこの要件、こういう事実が典型例だなとかね要件のその具体的な典型例ですねそこもちゃんと確認をしておくというのが望ましいかと思いいますはい、あともっと聞きたいのは当事者の目線,です、ね、当事者の目線まずは原告の主張そこから入っていくということが多いわけですので原告だったらどんな主張するかな。 被告だったらどんな反論をするかなというね、えー、その当事者の主張というのをね、えー、強く意識しておいてください、でこれはもう全科目一緒です、ね、民事系では特に強く現れますけれども、えー、全科目一緒、ねえー、刑法でもですねまずは原告、検察官の目線になるわけで検察官だったらどう主張するか重たい方向、有罪方向で何とか主張するはずですからね、えー、そういう意味で、えー、当事者の目線、えー、これは非常に重要なところになります。まあ、普段から 判例見るときも同じね、えー、問題検討するときも同じ当事者の目線、えー、これでちゃんと主張反論を組み立てるというね、えー、この視点はちゃんと持っといてください。はい、えー、これらをね、えー、ちゃんと獲得したいすればまあ概ねですね、えー、時間内にかけるに違うかなという気がします。で、えー、書くスピードはそんなに上がりませんので。 分析を早めるもうこれしかないかなないいいとううふうに思います時間内でどうしても書ききれないという方はですね、えー、書くスピードはもう変えられませんいくら腕立て伏せしたところでですね、えー、1ページ1枚で、えー、1分で書けるとかねそういうことはもう絶対ありえないのでね、えー、そういう意味で、えー、これは事例分析の正確性これを高めるのと分析の速度を上げるもうこれにつきますそのためにはインプットで穴をなくしておく。 分析手法を確立する、もうこの2点に尽きるというふうに思ってください。ね、そこの2点をしっかりとやっていけば、時間内である程度書けるかなというふうに思います。はいそういうことでね、必要な知識、必要な能力ですね、どちらかも書けないようにしておいてください。条文判例に関する基基本本的的理解この基本的 基本って何ということで1年目、2年目で扱うような内容です。ねえー、1年目、2年目、浪入試までで聞かれるような内容というふうに思っていただいても結構というところでね、そこの浪入試まででえ必要になってくる知識があれば、まあ、視聴試験ではね、概ね対応できるぞというふうに思ってください。逆にそこで穴があると沈むぞということになります。それをもとに正確な当事者の立場で視聴できるというね、そのスタンスをきっちりと身につけておいてください。はい。で、なぜ過去問をやるかという次の第2のところに入っていきます。えー、過去問をね すででに分析何度ももしているるという方もおる中でですねなぜあえて過去問を題材に講義をするかというね、えー、そんな話なんですけれどもそこは現場でなすべき思考のトレースができるからもうそこにつきますね、えー、現場では未知の問題で非常に難易度の高い問題ですね、えー、それをまあ使っていくわけですけれどもそれをですね自分で解く際にも同じような時間配分とか同じような環境下でねやっていけるというところでねこれ他の 等連とか受けるよりも最も効率的な、えー、答案練習の機会かなというふうに思うんですね。えー、そういう意味で、えー、ここの、ねえー、本試験の問題ですね、えー、それをまあ扱って時間制限と、それからまとめる能力というのをね、えー、それを一応確立していくというのが望ましいかなと思います。で、やっていくと大体わかりますけれども、聞かれるような内容というのはおおむね決まっていると、ね、そんな感じですね。えー、民民にに関関しししててはなかなかか難しい問題がよう出ますすけれども、えー、民に関しても結局ですね当事者と そえ、訴訟物と主用事実ですねこの辺りにね周辺の議論がまあ聞かれてるというようなところも一貫してるところでね。要はその辺の基本概念を大事にしとけよというねそんなところになってくるね。そんなお話です。まあ,あの本試験を通じてですね必要な思考方法。これを確立する。 というところと、ね、それから、すだ範囲という,の,、ね、そういったものを確認するという、ね、そういうい2点のところから過去、ね、問題にするんだというふうふに思っていただければ幸いですで。できましたら、もし受講される場合ですけれども、3ページ、ですね上から3行目になるのかな。解解いた後解きっぱななしでなく 解いた後の原因分析フォローですねそこをきっちりとしておいいくださいまあ,あのこの辺りまでは考えてねという風なね言い方をしますだで大体僕は良好ラインを見据えてね、えー、この辺りまで考えれたらいいんじゃないかなというね、えー、そんな話し方をしていきますけれども、えー、そこですねできなかったとしたらそれはなぜできなかったかというのを振り返りを自分なりにしてみてくださいでそのためにはですね自分の答案構成きっちりと、ね、残しておくというのは非常に重要かなとね、えー、答案ももちろん大事ではあるんですけれども答案構成ですよね、えーここ をきっちりと残すというね、えー、そういう感じにしておいてください。で、その際のまあ一つのね、えー、ノートの取り方というか使い方ですけれども、例えばまあ A4 のルーズリーフがあるとして。 まあこんな感じですよね、左3分の2と右3分の1に分けると、これは一つのやり方ですねで、左3分の2に自分の答案構成を書いていくとで、それに対して、えーまあ、私の講義の際にですね、なんかいろいろ言う中で、気づいたことを右に書いていくといね、そういうふうにしておくと、ですね自分に何が足りなかった、何が足りてたかというのも一目瞭然になるはずですので、もうこのあたりのノートの取り方というのもね、非常に重要なこうツールになるのかなというふうに思います。まずはね、ね、えー、とりあえずまあできた部分、できなかった部分を可視化する。 でその上でできなかったとしたらじゃあなぜできなかったかですで、えー、そこができなかった理由は知識不足と応用力不足のどっちかに 少なくとも振り分けできるはずですからね知識不足になるところはこれ復習するしかないですそれに対して応用できなかったというねそういう部分についてはやり方を真似てください、ね、特にその応用の結果をまねる覚えるというんじゃなくてそこはやり方こうやったらね復習同じように考えれるなというふうなところをねその考え方を盗むというねそういうふうな復習をできるだけねやってみてくださいはい、まあ、とりあえずここのところにね気づいたこととですね まあ、きづいた点や不足点ですね。えー、これをメモするようなね、えー、そういう、まあ一応ルーズリーフの使い方していただければ幸いです。はい。 えー、第3のところで過去問ゼミで伸びる方伸びない方ですね、えー、いろいろと、まあねえー、見てきたところであるんですけれども、えー、おすすめするタイプはどんなタイプかというところですけれども論文力に不安のある人は基本的にはおすすめするタイプかなというふうに思いますただその論文の中でもですね、あのー、特にその伸びしろのある人というのはどういう人かというとこれは検討手法のところで迷いがあるというところですね。えー、検討手法についいいててははははほぼ確立できてるわあとと知識だけだけう方はそれはもう弱点補強を 徹底的にやってください過去問を解いてです、ねえー、やっていく中でその確立するべきで、ねえー、アウトプット手法というのは、まあ、そんなに数は多くないというところでそこがまあそんなに自信、ねえーもまあ、問題ないなというふうに思っている方はです、ね、どっちかというとあの知識不足なところですよね、えー、そこが原因であまり伸びないというはずですので、えー、そういう方はとにかく徹底的に復習を繰り返してください、ねえー、まあ特にですけれども、ねえー、年内に1つ弱点の発見 終わらせるという感じな最低限しておいてくださいで、年内に弱点発見したところについては、最終的に何度も何度も繰り返しですよね、えー、それをして、ね、最終的な合格のところまでね持っていけるように高めていくという感じになるでしょう、でその際ですね、まあ、大体こう、ねあのー、伸びない、知識名で伸びないという方は、誤解していることが多かったりね、あるいは分からないところをそのままに掘ってたりというね、そういうことも結構見られます、でえー、そういう部分については、できる限り早めにその、ね、疑問点を解消するような努力が、ね、できたら、1回はしておいてください。で どうしてもわからないわという方はねそこはまあ、ね、私に聞いていただくなりそれも結構ですけれどもそこの、ね、分かんないとかね、よう分からんというところをほったらかしにしている人ですね、これはもう一生伸びない可能性があるのでね、そこはできる限り潰す、そういう努力は繰り返ししておいてください。はいでそれに対してねアウトプットの昇格率確できてなければ、まあ、比較的ねこのゼミ通じて伸びるかなというね、そういう意識はあるかなと思います。はいあと 出題趣旨、採点実感の使い方、よう分からんというね、えー、なんかこう答え合わせの材料になっちゃってしまっているというね、えー、そういう人はちょっと要注意という、ね、感じですね。なぜ書かなきゃいけないかですね。えー、そこをちゃんと踏まえた上で採点趣旨、えー、さ、えー、出題趣旨や採点実感、これを読むようにしておいてください。なぜそれ書かなきゃいけないかですね。それがちゃんと説明つけるかどうかですね。えー、それは非常に大事なところかなとは思います。あと、えー、ゼミの中ではよくやるのは、特に後方系です。事実の抽出評価のところですね、えー。事実の評価のところでなんかこうね、しっくり来ないなというね、えー、不安定を持っているというか はこのゼミの中ではたくさんね、事実評価のやり方、皆さんに提示していきますのでね、その中で、ああ、なるほど、こういうふうにするのかというね、その感覚をつかんでいただければね、幸いかなというふうに思います。特に広報系と、それから係争ですよね、そこは、事実の評価のところで差がつくという感じですので、そこの事実の評価の仕方ですよね、これを自分なりにちょっと確立するというのは、いい機会かなとは思います。あと、過去もゼミで伸びるか、伸びないか別として、これ、意識づけで変わります。書き出し 何から始めるか。困った。というね、えー、そういう人は結構いるのかなというふうには思うんですけれども、書き出し困ったら結論から書いてください。ねえー、書き出しで最、えーま、も間違いがないものとしてはね、結論書くというね、えー、これは最も間違いのない結論でして、えー、ごめんなさい、書き出しでしてね、えー、それ以外になんかこうまどろこしくね、事案からして問題の素材とか書いていこうとかね、そうすると手が止まります。もう困ったら結論から書く。 以下の理由から原告の請求認められると考えるというふうにしたらですね、あとは請求の要件入ればいいしね、ね、えー、以下の通りですね、えー、操作は違法であるとかですね、そんな風に入っていたらですね、えー、あとは操作の適法要件ですね、そこを進めていけばいいという感じになっていきますんでね、えー、そういう点でまあ困ったら結論から確くっね、えー、そういうスタンスはまあね、えー、このゼミ通じて確立できるかなというふうに思います。はい で、えー、過去問ゼミだけではどうしても網羅できないのが下の方ですね。えー、3ページの下の方で、ここは皆さんのそれぞれの努力ですね。えー、ここで、まあね、えー、合否、えー、ちょっとこう止まってるという方はですね、できたら、まあ、基礎の弱点の発見克服、これは、 時間を使ってください。特にアウトプット手法は確立できてるんだけどもどうも書けないっていうね、そういう人は多くが基礎のところがあやふやだったりね、書くべき内容がきちんと書ききれてなかったりというね、そんなところになってきます。知識面のところで弱点にならないようにね、そこの発見克服はですね、ゼミではちょっとできませんので、皆さんのそれぞれの時間、使い方で大事なものとして意識いただければと思います。あととと担当対策すすいいいまませんけどもそれれぞでやってくださうこになりが 論文の基本事項をきっちり押さえると。 担当のベース点になっていきますので、えー、そういう意味でね、この担当対策は論文の基礎事項ですね、えー。これはまずは確立して、であとは担当プロパー、特に民法ですね。えー、担当プロパーの民法、えー、これをいかにね伸ばしていくかというところになると思います。民法でね、えー、点が取れたら担当は多分突破できますんで、ねえー、民法をいかに点取るかというのをね大事にしていただければなとは思います。はい、あと条文検索力ですね。えー、商法と会社法については一緒にやる、えー、機会が結構あるかなと思いますが、条文検索ね、えー、特にまあ軽素とかですねめんどくさい条文の検 それから,、ねれからねえー、刑法の格論の、ねえー、細かい条文とかですね、えー、この辺は一緒にやるとしてもです、ねえー、この該当の、ね、ものしか扱いませんというね、えー、そういうものですので、皆さん自分でやってくださいという感じにしたいと思います。はい、あと、初見の問題、どうしても解きたい方、ねえー、初見の問題解きたい方は、残念ながら、ね、過去問ではどうしようもないので、ねえー、初見の問題解きたい方は、まあ、予備校のトーレントを使ってくださいというね、そんな扱いになります。 その伸ばしたいところいうのをちゃんと自分で課題を持って受けていただくとです、ね、非常に伸びしろも、ね、上がってくるかなという,ふうに思いますので、えー、今一度です、ね、どういうところを伸ばしたいという、ねえー、そこをです、ね、はっきりとまあ課題を明確化するというのをしていただければ幸いではあります、はい、あと, 4, 番のところ4ページのところですね、えー、そこに進めていきますが問題検討の後何するか人それぞれだと思いますただ弱点あるときにはほったらかしにしないでくださいで弱点の定義は広めに取っておた方がいいです。 本番に出たらちょっと書けなさそうだなという部分は弱点というふうにしていただいてですねその本番に出たときに書けない可能性のある部分というのをできる限りもう書いて書いて書いて書きまくるような感じですねそれで弱点を潰していくという感じにしていってください。ただ、まあ、そそののの正しく書書けけなないい理由もも知識面で書けないのかそれとも アウトプットの、まあ、応用の仕方ですね、応用の仕方が分からなくて書けないだったのかによってちょっと変わってはくるというところですね、でそこは、まあね、えー、なんていうかな、応用の仕方が分からなければ、ノウハウを盗むという感じになるしね、えー、知識面であれば、もう一回、もう一回テキストに戻るというね、えー、そういう復習の仕方になるかなというふうに思います、はいえー、担当も同じです。 担当でもですね、えー、間違えたところとか、偶然あったところ、あやふやだったところですね、えー、問題解いた時に自分でわかるようにしといてくださいね。えー、問題解いた時にですね、わからないところは自分、私だったらクエスチョンマークね、えー、つけておきましたけどね。で、えー、偶然あったやつとかね、これはもう四角マークつけるとかね、えー、そんな感じで、えー、とりあえずこうね、えー、本番でもう一度出た時に完璧に解けるようにというね、えー、そういう形でえやっていくというのがこのね、えー、復習の時のポイントかなというふうに思います。はい。 その上で、あと、えっ、ー、と、予備校の論証集なんかを使っている方によく見られるんですが、一番の最後の米印で、いわゆる解釈、規範と言われる部分ですね。そこの理由付け、もう一度見直ししてください。えー、もう一度見直しというよりは、事案に適する理由付け、 かかどうかのチェックは常にしておいいください、ねえー、例えばですけども会社法なんかで時々であるんですけどもね、えー、募集株式発行の無効の訴えというのがあったりしますけれども募集株式発行無効の訴えの無効自由これを重大な法令定案案に絞るということがあると思うんですけどねでその重大な法令定案案に絞る理由として取引安全を考慮してというねそう書く人がたまにいますただ取引安全は閉鎖会社では役に立たない理由でありますからね、えー、閉鎖会社の無効の訴えにもかかわらず取引安全書いた時点でお前分かってないなというふうでが 働いてしまいますので当該事案に妥当する理由付けかというのは常に意識しておいてくださいで、妥当しない理由付けだなと思ったら書かない方を選択してくださいね。妥、え、当、ー、しない理由付けであればもう結論だけにしてしまうというね、えー、そういう風な感じにするかあるいは別の理由付けにするかですね、えー、そこは 事案に妥当しない理由づけほど怖い理由づけはないとそこで思いっきり減点食らうというリスクをねはらんでるんだという意識は常に持っておってくださいなので予備校論証集の中には時々そういうね間違いとは言いませんけれども安易なものが結構含まれている可能性がありますので事案に適するものかというねそのチェックは必ずしといてくださいその上で2番ですね発見した後のテキスト処置ですね弱点もし発見したらどうするかもう一度 基本テキストに戻ってください。で、あちこちに書き込みは絶対しないでください。ね、一元化するというね、えー、そういう感じで、まあ、ここからの一元化としては、まあ、基本テキストも一つですし、それから、判例六法ですね、多くの方使っているとは思うんですけども、えー、新年度の判例六法に一元化するというのも一つの、ね、方法ではあるかなと思いますので、まあ、とにかく一元化するというね、えー、この訓練をやっておいてください。まあ、判例六法もね、結構使っている人多いですね。判、えー、例六法だと、判例の復習も一緒にできちゃうというところもありますので、まあ、その中で、えー、これ弱点の判例だなというふうなものをチェックしておくとかね、 あるいは弱点の文言ですね。えー、そこに弱点文言に、えー、チェックをしとくとかですね。えー、そんな感じで、まあ、もう一度一元化するというね、えー、こういう作業をしていってください。はい。あと、まあ論文の過去問以外ね、えー、分析以外にやるべき事柄でありますけれども、まあここはもう繰り返しになります。第5のところね。えー、括弧の1 弱点の発見克服、ね、それから条文所得、まあ、これをしっかりやっとってください。まあ、特にですが、会社法の条文ですよね、えー、インプットの量によって会社法の伸びは全然変わりますんでね、えー、期間と株式に関しての条文ですね、えー、ここで弱点がないようにね、と、自己株式の条文出てこないとか、も論外とね、えー、そんな感じになってきますんでね、えー、ここはもう条文ね、ね株式と期間に関してはですね、もう細かめの条文であったとしても、まあ一応拾っておくと、種類株式は結構ですけどね、種類株式とかですね、株式の振り替制度 とかそこまでは望、ね、めませんけれども、えー、とりあえずは、ねえー、株式の基本に関わる部分と、それから期間はこれ基本的には全部、ね、一、え、緒、ー、見ておくというのが望ましいかなとは思います。はい あとはアウトプットの積み重ね、えー、どうしてもこう過去問だけでは問題数の数量少ないので、えー、問題の数量を増やしたいという方はできたら旧司法試験なり予備試験なりですねないしは兄弟ローの入試問題ですね、えー、この辺りをちょっと活用してください、えー、それで問題数をこなしていけばまあいいかなというふうに思いますが、まあ、今のところは過去問ですよね、えー、それで十分でしょう、ねえー、旧司法試験の過去問の平成15年以降とそれから新試の過去問ですね、えー、これでまあ一応必要十分かなというふうに思います、まあ、新司法試験の問題もですね、えー、平成18年から もうすでに12年分を数えておりますんでね12年分全部やろうとすると、まあ、相当な時間かかりますんでね12年分全部やる必要はないですが少なくとも平成19年からですね18年ちょっと傾向違うものが入ってますんでね18年ちょっとやってもしゃあないかなというものもあるんで一般論でいくと19年からですね19年からの11年分これで合計88問ありますんでね選択科目入れて88問ありますのでそれをもう一度ですね本番までにやると。 こういう感じにね、しておくのが、まあ、望ましいかなとは思います。ただ、まあ、そのね、え、9、19年以降ですよね、え、解説なんかがなくて勉強しにくいという方はですね、まあ、一応、過去問ゼミを受けていただいた方にはですね、私の思考過程レジュメをね、全部無料配布させていただきますので、まあ、それを見てですね、え、一応自分の勉強等をですね、していただければなというふうに思います。はい、そんなところで、えっ、ー、と、まあ、過去問ゼミですね、どんな感じでしていくかなんですが、まあ、過去問ゼミのコンセプトですね、そこをまあ、最後にちょっとまとめときますと、ね、過去問ゼミとは要は、アウトプット 手法の確立ですよねこれがまあ一つのメインの流れというふうに思ってくださいそのために、えー、過去問ゼミにおいてはまず私だったらどう考えるかというのを示します私が現場で初めて問題を見たと仮定して でそれで自分だったらどういう頭の使い方するかなというね、えー、その思考過程を皆さんに示していきますのでその思考過程をまあできる、ねえー、部分はえ吸収していただいてですね、えー、自分のものにしていただければなというふうに思いますなのでたい、えー、ですね、えー、と毎回2問やっていくんですけれども 1えと一問1時間半というね、えー、そんな感じの配分です。で1、えー、問の、えー、解説なんですけれども、えー、一応区切りながらですね、えー、とりあえずまとまりごとに区切りながら私の思考過程こうですよでそこに関してご質問どうですかとかね、えー、そういう感じで進めていく。ねえー、思考過程示す で質疑応答、思考過程示す質疑応答というね、そんな感じで進めていくよという感じだと思っておってください。まあ、今日のところはですね、とりあえずもう思考過程示すというね、そういうふうな、まあ、形でね、今回の特待生試験の問題をね、やっていく形にしたいと思いますけれども、実際の過去問ゼミではね、皆さんの、まあ,あ、書いていく中での疑問点ですね、書いていく中での疑問点と、私はちょっとここでこう考えていいのかどうなのか、ちょっと困ったとかですね、そういうものを、まあ、皆さんね、ご質問いただければなというふうに思います。まあ、あの時間 あのゆうずく聞く範囲で,です、ね、質問とはすべて、ね、お答えしていこうというふうふに思いますのでもう遠慮なく、ね、どんどんぶつけてもらったらなというふうふに思いますでそこのところであの知識面に関する質問だけは勘弁してください、ね、知識面に関する復習に関してはご自身でやっていただかなきゃ仕方がないので、ねえー、とりあえず共通の質問ですね、えー、とりあえず講義内である共通の質問のところでは、ね、とりあえず解き方であるとか、まあえー、解いていく際に困った点で、ねえー、その知識面以外のところでの、ね、質問これをしていただければなと思います。 というふうに思います。まあ、過去にあったんですけどもね、ウェーバーの解決的教育が分かりませんとかね、そんな質問をですね、いきなりこうね、過去問ミの中でされたということがあったんですけれども、ちょっとそれは勘弁してくださいと。そこはもう皆さんで一旦はちょっとね、適スその見直しなどでやっていただいて、で、分からない方は個別にですね、聞いていただくというふうな感じにしてください。はい、そんなところで、今日のね、一応まず前半ですね、過去問ゼミというのはどんな感じで目標をしていくのか、ね、それからどう進めていくかというね、その話を終わらせていきます。はい、えー、続いて、まあ、 まあ今日の問題ですね、えー、その解説をまあ約、ね、2、30分ほどかけてやるかなという,ふうに思います。えー、今回の問題、ですね特待生試験、えー、と平成27年の予備試験、ですねそこから出題させていただきました。で平成27年の予備試験の商法、ですねもう実を言うと、ねえー、YouTube で私の過去に解説したやつが乗っかっているので、ね、それを見てくださいという,ふうに言いたかったところではあるんですけれども、まあ、それでは、ね、残り30分が無意味だということになってしまうので、まあ、ざっくりと、ねえー、こういうところに気づけたら OK だったよというところをお話していきます。まあ、私だったらどう 考えるかといいと思います、はいえー、とりあえず、まあえー、商法ですね、えー、質問の1、2ということで、先に質問から確認しまして、質問1、A および C は、食中毒の被害者であるイーラに、会社法上の損害賠償責任を負うかを論じなさい。はいえー、会社法の損害賠償責任で、被害者であるイーラ 会社の社外にいる人たちに対する損害賠償はこれも4291本しかありません。なのでもう問いの1括ッコの1見た時点では429来たとねそういうふうに思ってください。括弧の AC は X 社の株主である B に対し、会社法上の損害賠償責任を負うか、 株主 B も429ですね、えー、損害賠償で株主に対して追っていくなんてこれ429ぐらいしか考えにくいっていうことでもうこの時点で429来たというふうに、えー、自分では言い聞かせしてくださいでさらに1の括弧の2ですね株主であるとわざわざ書いているので株主に関する429の解釈論を言ったらですね代謝性と損害性ですねもうこの2点は絶対書かなきゃいかんなというふうにもう括弧の2番の時点でですねもうある意味解釈論ですね、えー、そこにも気づけるというふうな感じになりたいところではありますはい とりあえずまあ問いのうちですね、検討しなきゃいけないのは多分429だなと、429ですので、えー、検討の手法っていうか検討の軸になるのは、任務形態ですね、A と C どんな任務形態があるか、でかつ429であれば重過質これがあるかどうか。 その認定ですねでそれ以外に落としちゃいけないのは因果関係のところね因果関係のところもまあできるだけ検討する少なくとも条件関係あるかぐらいのチェックはするというね、えー、そのあたりは心がけしておいてください。はいということで問いの1の時点でここまで私だったら情報を得るという感じになります。問いのに2、ホテル事業を X 社から承継した Y 社 X 社の家、e、に対する損害賠償責任債務を弁済する責任を負うかについて論じなさいと。 いうふうに書いてあります。はい、事業承継事業譲渡ですね。事業譲渡で損害賠償債務の承継ときたらこれはいわゆる俗用の話がまずは念頭に置くはずですね。えー、事業譲渡で損害賠償債務を 譲る受け人が多いかかどうかこれはなので、もう問いの2の見た時点で、ああ、会社法の2223あたりだなと、もうこの辺の条文もピンズ度でね、えー、いけるようにという感じであるかなというふうに思いますね。はい、えー、とりあえず、まあ、説問の2ですね、えー、ここで、ああ、これはね、えー、続用の関係が来るんじゃないかなというね、えー、そういうふうにちょっと予測を、ね、立てておくといいかなとは思います。はい。えー、そういう前提で、えー、問題文を見ていくのと、全くなしで問題文を見ていくので、頭の使い方 変わりますんでね、えー、とりあえず、俗用系と429系、任務家帯と、ね、称、え、号、ー、の俗用的なものがあるかどうかというのをね、えー、チェックしていくという感じになります。はい、えー、問いの一1以下、ですね、えー、問題検討を、えー、ざっと、板書等を、ねえー、していこうかなとは思います。はい、えー、1番のところで、まあ、会社の状況が書いてありまして、はい X 社、ですね、えー、昭和60年の設立で、高層という名前のホテル。 をやりつつ新たに弁当事業これも始めたと。で、えー、資本金5000、純資産1億、で、売上二20億の純利益5000というね、なんか数字が並べてあります。で数字についいてはいずれ 何か使う可能性もありますけども今の時点ではちょっとねョ書、えー、の中っていうか、えー、手控の中に入れるほどでもないかなとね何に使うかわからない数字ほどですね、えー、使い勝手に困るものはないのでね、えー、とりあえず使い勝手のわからない数字についてはとりあえずあ数字があるなというところで数字のところにでもアンダーライン引っとくぐらいにとどめとくというぐらいがいいかなとは思います。はいえーまあ、一応資資本金5000で純資産が1億に過ぎない ですぎないということで、まあ、会社法の中でいくと、ねえー、数字、資本金とかが意味してくるのは代替社とかいう、ねえー、その辺りのところになってくるわけですけども代替社のところでですね資本金5億以上であれば代替社ですし、えー、負債が200億以上でも代替社ですがこの会社ノット代替社と、まあ、使うとしたらこのね、えー、数字のところまず気付けるとしたら代替社じゃないとそこがまず気づけるかなというふうには思います。はい、えー、その後 X 座取り替え設置会社で、大取りは A のみと。で、株式については A とその親族が7割を。で、B が30%と、はい。こういう状況で。で、B は役員ではないと、こうなってます。で、その後取締役で、弁当事業の本部長の取締役 C、これが出てきます。 でこの C が消費期限が切れて回収せざるえない弁当をいうことに頭を悩ませてで食材の一部を再利用するように指示とあちゃーというねそんな感じがしますけれども食材の再利用ですねはい、えー、職場における不正行為ってありましたね、えー、職場における不正行為で頭をちょっとよぎるのは コンプライアンス体制ですね、えー、体制整備義務違反と運用義務違反、これが思い浮かぶんですけれども、ちょっと待って、大会社じゃなかったぞということで、えー、構築義務、運用義務ですね、えー、そこまであるのかどうかは、ちょっと今回の問題ではまだ分からないというふうに思ってください。はいえー、そのあとですね、えー、3番のところ、26年4月、指、え、示、ー、について A から相談を受けた A、C から事情を聞いたということで、26年4月。 事情を知っていますで C の言い分「採、えー、用を認めた」けれども新鮮なもののみと新鮮なものあるんかなとね感じしますけどね弁当に使う、ね、食材で採ね新鮮なものってどういうものを言ってるのかなとね大体、えー、こうね弁当の賞味期限ですね、えーまあ、1日2日ということになるんでしょうけども1日2日経ったトマトとかですねそういうもの採用しているという風に考えるとちょっと気持ち悪いなというねそんな感じもするところでここはあのー、普通に。 原告側の目線で見ると、ね、今回原告がなりそうなのは B とか E が原告になりそうだというのが問いの位置から分かるわけで原告側から見たら「気持ち悪いこんなこと」と普通だったらここで注意するよなという、ねえー、そんなことも頭を思い浮かぶかもしれません。ここここれ原原告告目目線でで問題文を見るととというのはは全科目有意義なところで、ね、原告だったら普通ここはえーと こんな話まで聞いたんだったら普通やめさせるんちゃうというねそういうふうに思うはずでで3番のところですね、えー、C は「新鮮もののみ A 生命万全期してる」で節約できると説明したそれに対して A は「十分気をつけるように」と述べただけとうそやろと、ねえー、ここでうそというところに気づいてください、ねえー、事情を知ったにもかかわらず「注意するよ」というね、えー、そういうふうな指示をしただけでありまして ここにまあ一般人の目線からするとちょい待てとやめさせろというふうに思うはずですよね。でやめさせることは十分この時点でもできたというふうになるはずでこの時点で何か A の。 に向けたい見えてきましたね。A のに向けたいとしては監視義務違反というのが中心としてはまず出てくるかなという感じですね。この事情を知ったということで、この監視義務なり全監視義務の具体的内容としてですねこの時点で中止させるべき義務があったとかですねそういうふうな全監視義務が肯定できるかなというふうに思います。はいその上で次いきましょうか。4番のところで26年8月、案の定という感じですね。案の定、おう吐、腹痛といった症状が現れた。 で保健所の調査を受けたとで食中毒が分かりとで、えー、食品衛生法違反により10日間の操業停止となったと、まあ、ここもヒントですね食品衛生法違反という法令違反これが上がってますね、えー、食品衛生法違反法令違反があるのでに向けたいとしても 法令遵守義務違反が考えうるかなとでしかも直接担当してたのは C ですので C について法令遵守義務違反があるというふうな認識もできるし A についても法令遵守義務違反と同時に中止させるべき全館注意義務違反とかあるいは監視義務違反というね、えー、そういう説明がまあできてくるかなという感じになってきますねはいもうこの時点である程度429の目線もできたなという感じですねもう429も大体これでも検討が大体できるぞというね、えー、こういう状況にはなっていきますはい、えー、5番以下 えー、損害賠償金の支払い、ねえー、それと事業継続の資金確保の目的でホテル事業の売却先を探すというね、えー、そんな感じになってます、はい。ホテル事業、こちらを売るというね、えー、こんな感じです。で、えー、このホテル事業の売却先について Y 社に、はい、ホテル事業の譲渡ですね、えー、1億で譲渡ですね、えー、これをしたと。 でこれについて X 社では特別決議これも成立とこんな感じになっています。直、はい、書き以下の意味ですがこれは特にあたって必要にはありませんけれども直書きに書いてあるところについては会社法上の意味を皆さん自分自身で復習ねするときに考えてみてください。えー、X 社とその株主いずれも Y 社の株式保有しておらず。 さあこれはどういう意味を持つかということなんですけれどももし Y 社の株式を持っているということであればこの、ね、株主はどうなるかというとですねあるいは役員どうなるかというとこれは利益相反の取っ引きの可能性もあるしさらに特別利害関係人というふうになる可能性もあるぞとそれはないよというふうに言ってくれています。さらに えー、役員権人もいない。ね、これはまさに利益相反のお話です。で、えー、その後。えー、後者、乙者、いずれも照合中に、交渉の文字を使用していない。はい。照合中に使ってないということで。照合の属用ではないと。いうことになってきます。ノット照合の属用です。ただし、六番。 Y 社はホテル事業の代金、譲渡代金を払いで資産と従業員に償還しかつホテル事業に関する取引所の財務を引き受けてホテル事業を償継し公奏の営業を続けていると名称の続用これはあるんですね。代金は適正ですと。 はい、続けて7番 X 社弁当事業を継続していたが売り上げ伸びずかつ食中毒被害者損害賠償請求者が増えていた。ということで支払いができずにな最終的には取引先の弁済もできなくなり27年1月破産開始。 で8番「イーラ」「損害賠償まだ賠償を受けられていない」さらに「X 社」えー「株式については無価値になった」というふうに書いてあります。 で、A、B は、破産手続きの後に事実を知るに至りましたと。まあ、こんな風になっています。はい。えー、そんなところで、えー、今回の、ま、事実関係からして、もうね、えー、予想通りという感じですよね。もう問いの1のところで分析で、予想した通り429来るぞと。まあ、さにその通りで429来たと。ね、今回の会社における不正行為ということでね。もうこの辺は問題を見た段階で、ね、で、ある程度予想ができたら、あとは原告目線で検討するというね、えー、そういうところが待ってるだけで、原告から見たらどう見えるか、ね、おかしいところはここだと。 そんな感じでもう特定もできちゃうということでものすごいスピードとしては早まります僕自身が1回目の検討で内容解き,解き終わるのにですね約10分ですね約10分で思考の検討終わりとあとはもう答案書き出すね準備ができるぐらいにはなったかなというふうには思いますはいそういう意味でまあこの問題ですね問題検討に15分20分かかったっていう方ですねこれはかかりすぎですこの問題非常に優しめの問題かなというふうに思いますので問題検討自体はもっとスピーディーにというふうにねなってできれば理想としては15分ですね理想としては15分 で問題検討をおしまいで答案書き始めるというね、えー、それぐらいになるのがまあ理想的かなというふうに思いますはい、えー、問いの1以下、まあ、まあ実際にね、えー、要件検討ですね、えー、そこもちょっとしていきましょうか <laughs> はい、えー、要件検討ですけれども、えー、問いの1かっの一 a および C、えー、イーラに対し損害賠償責任を負うかということでまず A ですね、えー、429の検討をします はい、429の検討をする。で、会社法429ですよね。これをまあ念頭に置いて、はい、役員等、役員との OK ですね。役員等、もちろん OK で、職職も行うについて。 これに向けたいをすすんですよね、えー、もう手控えですのでもう自分さえ分かれば結構でして、ねえー、自分だったらもうこれぐらいもう手控えでもね、えー、も書かないでも、ね、済むぐらいではありますけれども、まあ、一応板書なんでもう少し漢字で書いておきますが「はいえー、に向けたい、ね」これが必要だよと。でこのに向けたい 会社法上の任、ね、務、えー、たいでして、えー、ここの任務、ですね具体的にどんな義務に反したか、ですね、えー、これを特定する必要がありますで、今回の場合、A なんですけれども、A においては、26年4月に、ね、C から相談を受けた時点で知ったわけですので、全管義務違反、これを肯定し得るかなと。 まあ、全館義務の具体的内容として。中止指示すべき義務。これがあったと。まあ、こういうふうに言えるのかなとは思います。食材の再利用。これを続ければ。食中毒等が発生することは予見可能であり。かつ。 その食材の再利用を中止することは代表取締役という地位からすれば極めて容易であったということからこの中止するべき義務が具体的なようとしてあったでそれに反しているというふうにまあ説明がつくかなというふうに思いますでもちろん事実としてもですね単に述べただけだったというね、えー、そこを挙げてですね義務違反の認定をします 次、悪意重過失の認定ですね。でこのの悪意重過失のところで法定責任を論じてください、ねえー、悪意重過失が損害に対する悪意重過失ではなくって「に向けた体」について損すれば足りるというふうに解釈するんですよねこれがまあ法定責任説の考え方ですので悪意重過失 に,向けたいについて損すれば足ると、まあ、法的責任の論述自体は皆さん、ねえー、事前に用意しておきたいというところでありますけれどもね取締役の職務執行が第三者に与える影響の大きさに鑑みて429条をですね第三者の、えー、責任追及これを容易にするべく取締役の法的責任を定めたものであるとなので責任追及容易にするというのが法の趣旨ですのでより追及しやすくしてる悪意重過失 個々の被害者の損害に対しての悪意重過失ではですね、えー、なかなか立証も大変ではあるけれども行為の時点で取締役がそのことをやっていいかどうかということについての悪意重過失であれば非常に、えー、認定はしやすくなると、まあ、こんな、ねえー、内容のところです。でえー、任務桁について損すれば足りる はい、中止指示は極めて容易で、かつ基本的な注意義務でもあると,という点でまあ重過失ありと。 あとは損害と因果関係、はいえー、損害については できたら金銭に関わる表現をしとりあえず治療費等と、ねえー、被害者であるというところからです、ねえー、想像できる、まあ一応えー、損害ですけれどもね、えー、おそらく、ね、食中毒によって被った治療費等ですね、えー、それの損害、えー、これがあるということになるんでしょうねでこれについて任務形態との因果関係想像、まあ、因果関係まで書くかどうかは別ですけれども、えー、ちゃんと中止指示をしていれば もしかしたら再利用はされず食中毒が起きなかったという意味で少なくとも条件関係ですね因果関係はあるというねそういう書き方はできたらしておいてください条件関係ぐらいはちょっと論じるというねそれぐらいの意識は持っておいた方がいいでしょう。はい <laughs> なことで429の認定終わりですね。ざっっとね、えー、やって1枚は終わりです まあこの辺は、答案構成を、ね、作るまでもなくおおむね頭の中で思い描ける、ねえー、それぐらいの内容なのかなという気がします。はいえー、それに対して C、ここに入る前にここは加点自由かなというふうに思いますけれども余力があればでいいと思いますが当たらないことへの指摘 これも会社法ででやっておくとと望まましいところではあります会社法だからということになるかと思いますけれども、えー、会社法だと、ですね、えー、これに当たるので、こうなるというね、えー、その今回は429に当たる、ね、429の中でも任務向けたいですよね、任務受けたいとして、えー、全管注意義務違反がある、ないしは監視義務違反があると、えー、そういうふうな、まあえー、ところはまあ当たるところへの指摘として、まあ、一応最低限書かなきゃいけないところになりますが、今回当たらないところへの指摘とよくして考えられるのは、 ノットの対外者ですとノット項ですなので社内における内部統制システムの構築義務運用義務違反ここまでは認められないというふうにしていく感じになるでしょうね、えー、そこはないといとう指摘ね。 そこはないけれども、この義務があるというね、えー、そういう書き方すると、まあ、ちょっと加点自由としては狙いやすいかなという感じがしますね。まあ、自己株式の例でいけばですね、えー、自己株式の、ねえー、とりあえずこうね、えー、特定の人から自己株式を買い取るという場面では、原則として、ねえー、売り主の追加成求がいるとかですね、えー、その特定の売り主は議決権行使できないというところがあるんですけども、除外自由として161から165、これが挙げられてるんですね。 指摘していくとと、まあ、も狙えるかなとでそれ以外にも1項には当たらないけれども2項に当たるというね、えー、そんな書き方をすることもあったりしますね52条とかね、えー、その辺では使えるよということで当たらないというね、えー、その指摘いうのもね、えー、一応得点源にはなりうるという認識を持っといてくださいはい次 C のところ、はいえー、C のところですけどもに向けたのところが違ってくるかなというね、えー、ここの全巻義務違反として。 法令遵守義務違反ですよね、えー。これがあるかなと。で、この法令というのは、会社法に限らず、 はい、会社をなわてにとする法令全般含むという、ね、この解釈、まあ、一応示し,示しとくのも望ましいところでしょうね。今回、食品衛生法違反という法令、特別法ですので、特別法がわざわざ挙げられていますので、ノットオンリー会社法、バットオールソ会社をなわてにとするあらゆる法令という、ね、そうそのふうに書いておくといいのかなと、その、ね、内容は書いておくのが望ましいと思います。はい、で、悪意重過失。 えー、食品衛生法違反に気づくことは極めて容易、ねえー、食品扱う会社です食品扱う会社の役員ですのでその基本法令 その衛生法を守るのは基本的注意義務になるはずです中核的基本的な注意義務になるはずですのでその義務を履行するのは極めて容易であるにもかかわらずそれを怠った点で重過失があるというね、えー、こういうふうに認定してくださいまあ、いろんな路地がありますけどもね、えー、とにかくね容易とか 基本的な義務というね、重過失の認定する際には、このあたりの表現を必ず入れ込むというね、えー、この意識を強く持っておいてください。重過失にするためにですね、えー、誰しもが容易にできるような注意義務というね、えー、それがまあ一応入ってきますので、えー、そこの容易にうんぬんというね、えー、基本的注意義務、基本とかですね、えー、このあたりの表現をね、必ず入れ込むという感じにしておいてください。まあ、食品扱う会社の役員、なので、その基本法でたる衛生法を、ね、守ることは はい、それを守ることは極めて容易とかねそういうふうに書いておくと重過質に結びつきやすいでしょう、はい、ということであとは損害因果関係は重複しますのでまあ一応ね、えー、動作ですね特に書きません、はい、そんなことで、まあ、書くべき内容ですよね、えー、答案構成としてはこの辺が表現できてればもう大丈夫かなというふうに思います、はいえー、続けて問いの2番じゃない問いの1の括弧の2番ですね、えー、問いの1の括弧の2 株主 B。ということで任務形態とかそのりりは変わりません。ねえー、任下隊については変わりませんけども第三者損害ですよね。もうここはもう典型論点ですので省略お説明としても皆さんね省略しても大丈夫だろうというふうには思うんですけどもね、えー、そこの自説を述べていただければ結構です。 株主が第三者に含まれるかということで、まあ一応ね、実務的には学説学説の反対にもかかわらずですね、一応第三者に含めるというね、そういう裁判例が基本的には多いかなという感じですね。基本的には肯定していくというね、そういう運用があるのかなというふうに思われます。まあ第三者性は一応肯定ですね。株主独自の損害というのはね、この代表訴訟では回復できないというところがありますので、第三者に株主は含む、第三者性ね、これは肯定と。で、あと損害間接損害も当然含むと。 ここは間接性損害だろうと直接損害だろうとですね第三者の被害回復これを容易にするための429ですので損害の範囲もできるだけ広く捉えていくべきだと、まあ、そういうことでね損害、ここは特別損害特別損害にはならないかな損害ですよね、間接損害でも一応含むんだというねこういうい認識をしておいてください、はいまあ、ここはもうね典型例ですのでここだけ追加するというねそんなところになるでしょう。はい というのにホテル事業に関してですけれども、えー、それの承継、えー、した Y 社が損害賠償債務これを弁済する責任を負うかということで、まあ、今回控訴というね、えー、その社名をではないホテル名を引き継いだというね、えー、そんな感じですので、まあ、22条の1項の直接適用はできません。 Not 2 2以降の直的と書いておきます。まあこれはね、ル、えース的を論じる際のマナーです。直的できないということぐらいはあらかじめ軽く触れといてください。ね、なぜできないかの理由付けもコンパクトに書くと、まあ要は商法そのものの譲渡ではないね、ごめんなさい、商法そのものの属用ではないということで直的はできないと。けれども。 ホテルにおいてホテルの名前というのは一般の信頼の対象になるわけですよね。えー、同一性営業の主体の同一性これを認識する上でホテル名の方が有名なことは多いところですね。えー、会社名よりもホテル名の方がですね一般人は先に認識するそういう意味で、えー、そのホテル名が同一であれば営業主体も同一だろうというね、えー、ホテルが そのままねホテル名が引き続き使われているということは債務を承継されただろうというふうな信頼抱くのが一般的だろうというふうに考えられますので類数適用の余地があるとこうなりますであとは類数適用ということであとは条文の文言に即してですね、えー、類数する部分と直接適用する部分というかね、えー、そのまま条文の文言になぞって 当ててはめしししいいいいくくととうふうな感じにでょまずは22条1項です、ね、事業を譲り受けた会社これに当たるのはもちろんですで譲渡、えー、会社の称号を引き続き使用のところがここが名称を引き続き使用と読み替えていくとで本件では名称の続用ありということで肯定してくださいでその上で譲り受け会社もの後ですね譲渡会社の事業によって生じた債務はい譲渡会社の事業によって生じた債務 今回の債務は食中毒によって生じた債務と、まあ、もちろん、ねえー、食品の再利用ですね、えー、これをしたことによって生じた債務でありましていわゆる取引的不法行為ですね。 取引的不法行為ですので、これは生じた債務に含むというふうにね、えー、感じでまずは考える方がいいかなと。ただもう1個考える点がありますね。えー、取引的不法行為だということで、取引的不法行為ももちろんですね、えー、その二十二条の対象に含むね、えー、ことになるんですが、事業によって生じたかどうかここ最後悩むと思います。損害賠償債務は弁当事業に関する債務でして。 ホテル事業に関する債務じゃないんですよねからホテル事業が譲渡されたことに伴って弁当事業の債務まで承継というふうにしていいのかどうかとこれ最後ちょっと悩むと思います二十二条ね、事業によって生じた債務であって当該事業によって生じた債務でもないというふうに読むと弁当事業を含めてもいいかなというような感じはなりそうです ただしあくまでもホテル事業と弁当事業は別々だというふうに見ていって、ね、あくまでもですね高層、えー、の俗用によって債務が移ったと信頼する対象はあくまでもホテル事業に関する債務のみだろうというふうに考えるのも一般的ということからするとホテル事業の債務に今回含まれてないものについては俗用の対象にならないとこう考えることもできます。これれ含むんですけれども 食中毒。これちょっと上にいきますけれども、弁当事業によって生じたものです。弁当事業の債務も含むのか。ここは悩ましいところですね。どっちの結論もあるだろうと思います。二十二条の趣旨は。 称号の後、証拠の用があるときには一般の債権者は営業譲渡があったことを知らないかあるいは債務の承継があったと信じるのが普通だとこういうところであくまでも証拠に付随して債務も移るんだというね、えー、そういうふうな信頼を前提にするので移ってないものそこについては続用の承継の対象外というふうに見る余地は十分にありえます。ただ文言的には 譲渡会社の事業によって生じたになってまして当該事業にはなってないですね当該事業によって生じた債務にはなってないというところからするとあらゆる債務を含むというねそういう趣旨とも取れなくはないと というふうなところでどっちもありかなというふうに思います。はいということで、まあ、こういう、ねえー、思考ができたらいいのかなというところですね、えー、そこはまあ問題文を見てあとは条文の当てはめ練習ということになるんですけれども文言の当てはめですねこれ会社法は特に強く意識を、ね、しておいてください一個一個の文言にきちんと当てはめするというねでこれ当たるかなどうかなというね、えー、そのまあ一応ね、えー、丁寧なこう視点というのは持っておくというのは論文では大事かなと、まあ、会社法はね、えー、そういう条文当てはめで終わるというケースが非常に多いので えー、とにかく、まあ、条文を丁寧に一個一個当てはめる。ね。えー、356とかですね。365とかね。えー、この辺も、まあ、基本的な条文にはなるんですけども、そこも丁寧に当てはめる。423とかも同様でありまして、一つ一つね、えー、丁寧に当てはめるという形にしていってください。まあ、皆さんはね、民法改正の影響を受けませんけどもね、将来的に、ね、民法の素材もそんな感じで、条文に丁寧に当てはめるというね、えー、そういう素材に変わっていくんじゃないかなというね、そんな気がしますけどもね。まあ、皆さんは来年はまだね、改正前の民法ですね。それでやっていきますので、まあ、そこはあまり意識しなくていいかなというふうに思います。はい。えー、そういうことでね、えー、か今回の 一応まあ解説と言いますかね私だったらこう考えるよという思考過程ですね問題文見てもうそれであとは要件検討の場面ばっかりでしたけどもねとりあえずここまではもっとおかなきゃいけないというね知識等も皆さんね分かっていただけたかなと思いますはい、ということで今回のお話ですねこれで終わりたいと思いますどうもお疲れ様でした